おっ、いきなり出たよ。おっ、いきなり出たよ。おさむばし。よっしゃ。うっそ。いきなりのハーモニカ。はい、LZ でカイロ来ましたよ。おほー、雨の日来た甲斐があった。これね、ボンブトでしょう。タックルはこんな感じのバンタムにレイブレイブ、ね、海用の竿なんだけど、羽物なんかにもすごい使いやすいんで使ってます。えい、でっかい。はい、52センチ、ね、NZ クローラーで52センチいきなり来ましたよ。じゃあ逃がしてあげます。ういありがとう。おおおいおい、松本先生ありがとう。ねえ、いや松本先生の雨が降ったら、いや NZ しかないでしょうっていうアドバイスに従い、こういうちょっとタックル組んできたら開始早々の52
で、バンタムのね、これがギア比が5のモデル、ローギアのモデルで、結構早く巻きたくても負けないっていうね。これで、なんだろう、いろいろ竿持ってきたけど、今日一日こういうのやりきれるな。ねえ、これで釣れてくれるんだったら全然頑張れちゃうな。こういうのだとね、最近出たメガバスのアイウィングなんてのも試してみて、あれなかなかなんかね人気で買えない、売ってるとこねまだ見たことなくてね、こんな嵐の日にあれ投げたら絶対効きそうなんだけどね。まあせっかくねこういうチャンスの日に来れたから、NZ ね、巨大羽物遊びを楽しんでみたいと思いますよ。はい、ということで帰ってきました。これNZ クローラー、実はねまだ買ってから1匹も釣ったことなくて、なんとかね今年こそはと思って、そんでもってすごい雨降るよっていう予報が出たので三島湖行ってきました。タックルはねこんな感じで、ベイブレイズっていう天竜の竿にシマノのねバンタム、これはね PG っていうローギアのモデルなんですけども、この組み合わせで投げ出したところね、すごいね快適にチャカポコチャカポコね、泳がせることができまして、でもってまあリグってそう、試し投げ1回してその後どうかなーなんて思ってねピュイって投げたら消し込まれてね、で結構ねこれがね竿が強い竿なんで元気は良かったんですけども、結構ねスピーディーに船に上げることができた。動画で見返してみるとね、もう焦ってね、なんか抜き上げちゃってましたね。まあね、ちょっとね、ラインも巻き替えたばっかりだし、で、針もね、ハーモニカ食いでいいところにかかってるなーなんていうのが、見えたので、チェーンっていうことでね、抜き上げて無事に上げることができたんですけども、こんな感じのね、組み合わせだったということで、結構ね買ってからね投げてはいたんだけど、あと出てもいたんだけども、なかなか乗せることができてなくて、でね1匹目が大きな、ね、52センチっていうことで、ますますお気に入りのルアーになっちゃいましたが、もうねだいぶね羽も曲がっては直し曲がっては直しで、このねお尻のブレードもちょっとね、これいつの間にかね、ぶつけすぎて目が取れちゃって、そんでもってちょっとねひん曲がっていたりするんですけども、なんか自分だけの NZ クローラーに徐々になってきたなということで、またね今年ねチャンスね、これから梅雨に入って雨の日なんかも多くなってくると思うんで、チャンスがあったらねどんどん投げていきたいななんていうふうに思いますが、本当ねデッドスローでこうなんかねいい感じのでかくて存在感があるんだけど、泳ぎが結構しっとりとしたというか、なんかサッ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 てこうブレードがね突き刺さっていって、ただこのボディはこんな感じのでっかいボディだから、なんですかね、水中の魚にこうアピールし続けてくれているのかなっていうことで、ロデオクラフトのね松本大先生すれ違った時に、まあ雨がすごい時はもうとにかく NZ クローラー信じて投げているといいこと起こりますよなんていう風に聞いていて、朝っぱらからね結構もうバチ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 ビョーっていう感じのね嵐みたいな天気だったんで、投げてみたら久しぶりの50アップっていうことで、これねさらにお気に入りのルアーになりました。それでもってタックルがですねこんな感じのバンタムで、これローギアのモデルなんですけども、ちょっとここ見えるかな、ローギアでねさらにねちょっと糸がね少なめなんですよね。これによってよりゆっくりね巻けるっていうことにして、そんでもってねローギアなんでゆっくりピチャン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 ね泳がしていたら非常にね使いやすくて、まあ投げ心地もいいし、でね多少
太い糸を入れてもね、がっちりと巻き込めるスプールね、これでまあトラブルなくね、快適に釣りができたなっていうことで、前はね、ダイワのタトゥーラーエリートにね、よくつけていたんですけども、この竿、ベイブレイズ BBZ682-BXXK っていう竿なんですけども、海のね、ビッグベイトゲームとかね、ちょっと大きめのルアーを投げるようにできている竿で、ゴンスまで背負えるよっていうことなんですね。なので、まあこの NZ クローラーなんかにはね、本当程よい、ちょうどいいっていうことで、でビッグベイトロッドなんだけど、比較的ね、そんなにグリップエンドが長くなくてね、こう袖とかに引っかかりにくい、なんかね、本当絶妙なグリップなんですよね。で結構ね、薄めに仕上げられているこのグリップ部分が、この手の小さい自分なんか握ってもね、こうキュッとね、スポッとね、入り込んでくれて、こっちでね、パーミングしていてもね、ほんと気持ちよくて使いやすいっていうことで、でレンタルボートのシーバスとかねに使うことを想定してデザインされたっていうことで、この差をね、ガンネルの低い、レンタルボートのシーバスって結構ですね、チャーターボートとかですね、低いガンネルで、でテンポよくね、打ち込んでいくっていうような釣りになるので、まさにレンタルボートね、ブラックバスでも三島港、戸面っぱら、亀山港なんかに代表されるね、自分が行くところだとレンタルボートの釣りなんかでもそのまんまね、ほんと使いやすい 6.8 フィートっていうレングスで、非常にね、軽快にね、投げることができる、飛距離も出るけども、コントロールもすごいつけやすいっていうことで、ボートシーバス用なんていうことでね、海釣りコーナーに売られているんですけども、こういう、なんだろうな、5オンスまで背負えるんで、例えば3オンスとか、あとはね、ジョイクロなんかもすごい使いやすいんですけども、そんな感じで1本でいろいろやりたいなって、あとマグナムクランクとかね、非常にシーバス用の竿ということで、巻物で使いやすいような味付けがされているので、お気に入りの一本で、そんなにね、値段もね、めちゃくちゃ高くないので、買いやすいんじゃないかなっていうこと、それとね、あとはこのね、ガイドが先端の方までダブルフットガイドで、結構シーバスなんかで使うっていうことで、リーダーを組んでね、そのリーダーの抜けがいいようにっていうことで、比較的マイクロガイドとかが人気の昨今ね、において、ガイドのこの直径が大きめなんですよね。先端の方まで結構ね、でんごついガイドがこうついていて、で先端の方までダブルフットだよっていうことで、まあ、こういうね、竿もね、ブラックバス用の竿もね、ほんとね、またビッグベイトとか人気だから増えてはきていると思うんですけども、値段的にも買いやすくて、こういったデカ羽物とかにも相性が良くて、でまあ海もちょっとやろうかななんていう時は、もちろんそのまんまね、海でも抜群に使えるんで、おすすめの一本でございますなんていう感じの、この組み合わせでね、今回そのちょっと大きめのサイズが開始2投目で釣れてくれたよ。ただね、あれ開始2投目で釣れたじゃないですかね、もう十分大満足っていう感じなんですけども、あのあと今17時30分までボート乗ることができるんですが、あの1匹で終了ね。周りのね、人はね、ポコポコね釣っててね、途中で話したりしたら、ああもう7、8本釣りましたよとか、うん、47とか下流の方で釣れたかなとかね、本当あのあとね、結構すぐ雨が上がってしまって、自分はね、チーンって感じでね、終わっちゃったんですけども、釣る人はもうめちゃくちゃね、いっぱいね釣ったり、大きなサイズも釣られてたんですが、このセットで釣った1匹で終了っていうことで、ボートを上がってですね、片付け開始という感じになるんですけども、なんとなんとそこでですね、ちょっと今回嬉しいことがあったので、それはね、また後編ということで、動画にまとめたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は嵐の三島湖に行って、テプスのね、 NZ クローラーを投げたところ、開始2投目で52センチが釣れたよ、こういった動画でした。ね、ぜひね、
この後も大きなバス釣り上げる動画どんどん続いていきますんで、もしよろしかったらチャンネル登録お願いいたします。またね、初 NZ クローラーフィッシュおめでとうっていう人はぜひいいねボタンもよろしくお願いいたします。というわけで釣り子 TV でした。